さ、ごまかすのやめたら？ね、本当の自分見つめてよ。ここの中にあるさ、本当の自分を。自分の意志や決意で自分を動かしたことがない。本当の自分見つめてよ。うー寒い。あれどうしたんですか？二日やで結局朝まで飲んじまってさ、お前いなくなっちゃうし、みんなの間すんないもん、もう手渡さないかも。今日こと会えたの？それはよかった。すいませんでした。謝ることないよ。なんかすっきりしたな。ですよね。来ましたね。来たんじゃない、行っちまうんだ。見送りに行けばよかったの。そんなやったこともないことが今更できるか。来年からニューヨークだって。そうなんですか？あれだよな、俺たちがぐちゃぐちゃ悩んでる間にあいつはしっかり生きてたんだよな。大地に根を下ろしてさ。たくましいですよね、女性は。本当にな。じゃあ俺戻るわ。どうしたの？ちょっと大事な話があるんだけど。え？その前にちょっと熱いコーヒー飲ませてくれる？寒いから。何？私も大事な話があるんですけど、多分同じ話だと思うけど。なんで？いいわよ、どうぞ。いや、そちらこそ。お先にどうぞ。はい、いや、先輩は立てないと。いいわよ。ちょっとはっきりしてよ、寒いんだから。じゃあ榊原君から。好きなの私、鈴木香織が。は？私もあなたのこと好きなのよ。以上です。私たち本気よ。すいません、お
2つの点をまっすぐ結ぶと直線になり、3つを結ぶと面積のある三角形が出来上がる。どっちがいいとは申しません。どちらもどちらで素晴らしい。おや、関係のあるようなないようなお話で失礼しました。ともあれ、また来週同じ時間にここでお会いしましょう。月がしぼんだ心を照らすよ。ありふれた前